どうもこんにちは、松井塾の松井です。それでは1185年、壇ノ浦の戦いについて見ていきましょうということになります。平氏と源義経ですね。源義経が対立をするという形になるわけなんですけれども、この壇ノ浦の戦いでですね、平氏は完全に滅亡してしまいます。まあ、源義経ちょっと頭おかしい人なんで、どんなまあ戦い方をしたかということになるんですが、まあ、日和越えの坂落としというのがあるんですが、まあ、こういう感じですね。まあ、ここに、まあ、平氏の軍隊が、要するに陣取っていたと。平氏の、陣が軍取っていたと。で、源氏がここに陣を取ってしまったんですね。で、源氏がここに陣を取って、まあ、これ崖です。坂とかじゃないです。崖です。いや、これが坂じゃねえだろ、みたいな状態になるんですけども。で、平氏の状態を見ていた、こう、源氏が上から山の頂上から、この平氏を見ていたという状態になるわけなんですね。で、これをどうやって倒そうかと思ったんですね。で、まあそこで源義経に恐ろしい作戦を立てるわけですね。まあ何をしたかということになるわけなんですけれども、まあ、降りればいいじゃないかっていうね。いや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 っていう。いやいや、崖やぞと。崖を下るってどういうことやみたいな話になるんですけど、まあ意味わからんことをまあ言うわけですね。まあ要するに、まあ鹿が行っているんだから俺たちも行けるだろうっていう、まあなんかわけのわからん理屈でですね。ドーッとこう落ちてくるというふうな形になります。まあこれはもう崖落としですね、ほとんどね。はい。というふうな形でですね、この坂道から突然奇襲攻撃を仕掛けるという、前代未聞の策を要するに、打ってのけて、まあ兵士大混乱というふうな形になります。で、そこから先も要するにどんどん戦い続いていくんですけど、まあついに追い詰められて、もう最終的に追い詰められてどこまで行ったかっていうと、壇ノ浦のところまで行きます。で、これ年号も覚えておいてください。1185年。はい。1185年、壇ノ浦の戦いによって、この源義経が平氏をぶっ倒してしまう。というふうな形になります。よろしいでしょうか？はい。ということで、まあ、源義経が勝った。まあ、で、これも、別にこのなんか、こんな奇襲作戦とか使わなくても、もう絶対勝てないんですよ、平氏側は。平氏ってほとんど貴族と同じなんで、もう笛吹いたり、太鼓を叩いたり、和歌作ったりしかしてないんですよ。で、こっちの源氏の軍隊って常に軍事訓練しかしてないんですよ。そしたら、軍隊と貴族やったら、なんか軍隊勝つに決まってるんですよ。っていう風な状態だったんで、もう源義経君が圧勝という風な形になります。源義経が圧勝ということになります。ということは、鎌倉幕府を開いたのは源義経ですかということになるんですか？違います。いいですか？違います。ね、次回ね、ジャギが登場しますんで、皆さんご注意ください。ということで、本日はここまでとしたいと思います。それでは本日もご視聴いただきまして、誠に、ありがとうございます。